今年5月の初めに中印国境で紛争が勃発し6月15日に死傷者が出て以来インドのナレンドラ・モディ首相は中共軍隊に対抗するため軍がハンマーと呼ばれる中距離空対地ミサイルをフランスから多数購入することを承認している中共の軍用バンカーを効果的に強敵にすることができる現在インドは 中共軍隊に対し、パンゴン・トソコやデプサンなどからの撤退を要請しているが、しかし中共はこれを拒否した。この地域にバンカーや仮設全焼地を建設し、あらゆる重火器の支援を行い、約4万の軍隊を駐留させた。 ハンマー空対地ミサイルは中共軍隊が同地域に建設したバンカーを効果的に攻撃するためのインド側の具体的な準備とみられる。ポンペオ氏はインドに中国からのサプライチェーンのシフトを求めている。マイク・ポンペオ国務長官は22日第45回ベインビジネス協議会主催のインドアイデアサミットでインドに対し通信や 医療用品などの分野でサプライチェーンを中国からシフトし、中共への依存度を下げるよう呼びかけた。ポンペオ氏はまた、インドはアジア太平洋地域や世界情勢においてアメリカのパートナーであり、外交政策において重要な役割を果たしていると述べた。アメリカはインドのナレンドラモディ首相をこれから来たるべくアメリカでの G7 サミットに招待した。 インド政府の対応については今年3月、インドは今後8年間で医薬品などの分野で中国企業への依存を断ち切るためにインド医薬品の有効成分3種類の原薬パークを開発するために300億ルピーを投資することを発表した。インドのエコノミックタイムズ紙はインドがファーウェイ、アリババ、テンセント、蒸気集団、 中国殿下、新インド鋼鉄有限会社および親会社、新興際家集団など7つの中国企業が中共軍隊と関係を持っていると発表したと報じたインドは TikTok、WeChat、UC ブラウザファイル共有アプリ ShareItCAM スキャナーなど59の中国製アプリを禁止した。